コロナ禍の2020年にデビューしたにもかかわらず、唯一無二の魅力と多様な活動を通して、K-POP ボーイグループでも異例のスピードで世界中でファンを獲得し続けている7人組、グローバルグループ、エンハイプン、エンハイプン。そんな彼らが、この度新たな記録を達成。2023年11月にリリースしたフィフスミニアルバム、オレンジブラッドが、 キャリア初となる W ミリオンセラーとなった。ここでは、オレンジブラッドを中心に、コンセプトのラスボス、とも称されるエンハイプンのコンセプチュアルなアルバムの魅力を紐解いていく。オレンジブラッドで初の W ミリオン達成。K-POP ボーイグループ史上最速で、東京ドーム公演を2023年9月に大成功させ、 デビューから3年で4枚のミリオンセラーアルバムを誕生させた7人組グローバルグループ、エンハイプン、エンハイプン。昨年11月17日にリリースされた彼らのフィフスミニアルバム、オレンジ・ブラッドがキャリア初となる W ミリオンセラーを達成した。コロナ禍でのデビューをものともせず、信じられないスピード感でエンハイプンは躍進を続けている。 彼らの人気の一端を担っているのが、エンハイプンならではのコンセプトを徹底的に作り込んだアルバム作品だ。一見すると難しく感じることから、コンセプトのラスボスと称されることもあるが、その難解さがファンの想像力や探求心を刺激。ムードボードやコンセプトフィルムが公開されるたびに、様々な推測や考察が飛び交う事態となっている。 韓国ファーストスタジオアルバムディメンションジレンマでは多次元な世界へ足を踏み入れた少年たちが初めて自分の欲望を知りアイデンティティの混乱に直面する中でどんなことも簡単に選択できないジレンマを抱えながらも止まらずに進んでいくストーリーを表現タイトル曲のテウトダッシュドではエンハイプン初となる爽やかなコンセプトに挑戦し水踊りししいエネルギーをきらめかせた また、デビュー1年足らずで初めてミリオンセラーを達成した記念すべきアルバムでもある。韓国サードミニアルバム、マニフェスト、day 1では、大人が定義した成功に疑問を持った少年たちが、他人の言いなりになることなく自分の答えを見つけ出す物語を消化タイトル曲、Future Perfect, ーースザマイクでは、デビュー初となるラップにチャレンジし、 僕らだけの未来のために火種を起こしてみせるという鮮烈なメッセージを刻み込んだ。また、エンハイプンはマニフェスト、デイワンを引っ提げて初のワールドツアー、エンハイプンワールドツアー一重引用婦マニフェスト一重引用婦を開催。全世界12都市で計22回の公演をやりきった。特に日本では、 追加公演として開催された京セラドーム大阪公演にて、第4世代 K-POP グループで最速の単独ドーム公演を成功させた。公演でもエンハイプンならではのコンセプチュアルな映像が盛り込まれ、ファンタジーのような世界が生まれていた。続くフォースミニアルバム、ダークブラッドは、ワールドツアーを経て世界中のファンと直接交流したからこそ生まれた作品といっても過言ではない。 お互いの存在を忘れるならという過程のもとにファンタジー要素の強い物語で描かれたアルバムに込められているのはファンとより密接につながりたいという思い。この作品でエンハイプンは初めて発売初日にミリオンセラーを達成した。タイトル曲のバイトミーでは運命の相手である君の存在に気づき、 明を残して欲しいと願うストーリーをミニマルかつ中毒性のあるメロディーで表現した。妖艶なオーラと完成度の高いパフォーマンスで、ダークファンタジーというコンセプトを完璧に表現してみせた。なお、この曲の日本語バージョンである、バイト・ミー、ジャパニーズバージョン。日本サードシングル、結局収録は、第65回輝く、日本レコード大賞、TBS。 で、特別国際音楽賞を受賞した際にステージで披露。ファンへの愛や感謝を強く感じるステージを見せた。そして、フィフスミニアルバム、オレンジブラッドでも発売初日にミリオンセラーを達成。初動販売量も自己最高記録を更新し、アメリカビルボードのメインアルバムチャート、ビルボード200にも7週連続チャートイン。日本では、 オリコン週間アルバムランキングでも初登場1位を記録し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数、記録で BTS と並ぶ歴代3位イから歴代2位イに上がったのに加え、ビルボードジャパン週間アルバムセールスチャート、トップアルバムズセールスでも1位を獲得するなど、熱い人気を集め続けている。そして、いよいよ W ミリオンまで成し遂げた。 そんな記念すべき一作となったオレンジブラッドは世の中の有限さと失滅性に気づいた少年のカルペディエム的な恋物語が綴られた愛する存在とつながる喜びや幸せに満ちた作品コロナ禍を経て永遠がないことやファンとつながれる幸せを知った今の彼らだからこそ表現できるコンセプトとなっているタイトル曲のスイートベナムは ダークブラッド、収録のバイトミーと連なる一曲となっており、君の毒により自分は生きていると実感できるという甘美な少年心を表現。グルービーなベースラインが印象的なポップナンバーであり、ポピュラリティの高いイージーリスニングな楽曲をタイトルソングにしたのは、彼らにとって初の試みとなった。2月3日には、6ヶ月にわたった2度目のワールドツアー。 エンハイプンワールドツアー一重引用譜フェイト一重引用譜を終えたエンハイプン全13都市21公演を完遂し計32万7000人余りのファンを魅了した事実はデビュー4年目のボーイグループとして比類なき功績と言ってもいいだろうさらに休むことなくアンコール公演エンハイプンワールドツアー一重引用譜フェイトプラス一重引用譜以下フェイトプラス がスタートし、2月23日から25日の3日間、韓国ソウル公演で圧巻のステージを見せた。4月24日からは、アメリカごとしでも、フェイトプラスが開催されることも発表されている。彼らの勢いは、2024年もとどまることがなさそうだ。世界規模での活躍にさらなるギアを踏み込み、グローバルグループとして、その名を轟かせていくのだろう。 新たなコンセプトでのカムバックやライブなど、日本での活躍も期待して待ちたい。